ド S のサトミとド S のソーマとド S の主演です。いやなんか糸についてきたね、なんかド S のって馴染んできたけど、なんかいっぱいいるな。いやいっぱいいるし、なんだったらリーヌが一人で挑戦してるのめっちゃおもろい。あやってる、あいつ、あいつ以外がみんなクリアしてるから自分もやらないとっていう気になってるよ。ちょっと待って、うん、怖い怖い、見たみんな今。いや見たよ見たよ見たよ。先に進むんじゃなくて、こいつ今ブーメラみたいに戻ってきたんだよ。あ、そういうことか。え、何考えてんの、何してんの。前回さ、ちょっとあのみんなの拠点の位置をね探りに行こうって言ってさ、それで出発したのに、このリーヌ、アッキー、プリ、チグにあって、まさかのアスレチックで時間1時間以上するっていう。本当だよ、罠だったな。面白かったけど、ちょよからぬ寄り道をしてしまった。確かに確かに。でも ね3人でクリアできたからね。いや、そうだね。いや、これはマジで絆深まった。これ、これはめちゃめちゃ良かった。よかった、かった、ありがとう。ありがとう。こうね、名前も刻む、そこまだけ笑われてるけどな。いや、ちょっと今回さ、みんなの拠点の位置ちょっとさ探しに行こうよ。そうだね、改めて ねちゃんとね、ちゃんと探してね、崩壊を遂げよう、うん、ね。あのさ、なんか空に浮いてるの、あれはあれなんだの、あれ、うん、あ、そうか、結局中入ってないんだよ。あれ気になったんだよね。行ってみようぜ、あれ、このコマみたいな。そうそう、いや、コマみたいな、コマみたいなやつ。空中要塞できてんだよな。これ何なんだろうね、これね。うわ、すげえすげえすげえ、アスレチック要素がある家だな、これ。ガラス張りだし、いちごチェスト、いちごチェスト、こんなとこに入ってるんだけど。え、どこ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 、ここ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 、これ見えないんだよ。ほらほらほら、ここにある、ここにある。裸にするわ今。うわ、ほんとだ、裸にした。ここに隠されてた。エロい位置に隠されてたな。あのさ、俺すげえこと気づいちゃってさ。おお、ないない、めっちゃこれ景色いいじゃん。うん、そうだね、景色いいんだけどさ、これ降りてきたらもう帰れないよこれ。え、なんでなんで、ほら戻れねえ、ごまだないよこれ。ほんとだ、そう、虫捕り網みたいになってる。やばい、もう入ったら出れない、入ったら出れないしか受けないよ。でも聞いて、うん、あの鉄のピッケルとかも全部あるから、うん、ワンチャン掘っていけるかもしれないよこれ。待って待って、ごめんごめんごめん、俺バカだった。俺天、これでいいんだよ、ここにさ、うん、石を置いてさ。そうじゃんそうじゃんそうじゃん、これでしょ、これで。あ、よかった。やばいやばい、びっくりした。いや、サトちゃんナイス。あぶねえ、はめられるとこだった、この家に。ほんとにガチ危ねえよ、うん、このいちごさ、このいちごチェストにさ、うん、めっちゃ入れちゃおうよ、なんか。あ、てかいいじゃんいいじゃん、俺たちプレゼント置きに来たんだもん。そう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 、プレゼント、まさか、めっちゃいいやつじゃん。じゃあ俺たち、隠れてるいちごチェストに何か入れられるなんて来るとは思わないか。思ってるわけないからね。え、よそまさかさ、しんくんさ、なんかその丸石持ってない、丸石、丸石持ってない、ただの石。小麦の種ならめっちゃ持ってるわ。小麦の種、ゴミであればあるほど嬉しいんだけど。ちょっとさ、ゴミ探しに行かない、ちょっと。え、ゴミ探すっておもろい。ゴミ探すなんね、おもろいんよ。待って、見て、ちょ、こん中見てみて。今ゴミ敷き詰めてみた、ちゃんと隠しとこう。意外と行きづらい、これ大丈夫か。もうめっちゃ荒らしてるよ、容赦ねえよ。わー、最高じゃん。すごいんだよ、俺もうゴミだらけだよ。サトちゃんやるな。やってんね。これ、これハートじゃなくてドベスの S の方が良かったかな、作んの。いや、これ S マーク。いや、これは多分だけど、いや、うん、S じゃなくていいと思う。他のメンバーがやったかもしれないって思われるから。確かに、俺ヘイト買いたくないから。そうこんぐらいにショックか、こんぐらいに。なんかハートってハピアニっぽいからな、ちょっと。確かにこれ面白い。ちょっと待って、シュウシュウ死んでるんだけど、シュエットね、あのはしごに登れなかったねえ。これさ、全グループのところやってかない、これやり散らかす。じゃあ、あのドマト派の家までちょっとやってくわ。やってくドマト派の家は小麦で作ろうぜ、こいつらの入れたと小麦で。いいね、やっぱドッキリにも我々 120% の力を発揮してるのすごいな。何事にも全力です。いや、面白い、すげえ、できた。いいね、マジ地味にうぜ。で、あと2チームか。そうだね、いい、なんかスタンプラリーみたいなね。もうみんなの拠点を紹介してるだけだから、これゴミスタンプラリー来た。リヌチグアキ、誰でもウェルカム。なんか俺たちが最初に作ったところと同じ感じじゃない、多分ね。そんな、ここにさ、ちょっとブロック階段で置いてほしい。あ、待って、あ、ごめん、あった、これこの上に隠してんの。ほら、なんかある。え、すごい、ほんとだ。いや、なんか見える、ほら下にちょっと見えるよ。ほら、あー、見えた。ありましたよ。チェストが隠されてますよ、ここに。うわー、やってんなー。やってるよね。沖縄産のサトウキビ。おい。うわー、すごい、いい音。美味しく食べてくれ。あー、すごい。めっちゃいい。できた。目もね。みんながね、寝てる間にこんなことに。ちょっと片付けるの大変だしな、これ。うわ、うん、俺たちド S に必要なアイテム見つけました。何、今後必要になってくる最強の素材が。いやー、出たしかも、まあ、バケツ持ってる。よしじゃあちょっと作りますね、シャベルをね。ありがとう。ドラえもんみたいになってんじゃん、俺。
何でもある。何でも出してくれるよ。うん、ありがてえ。すげえ。ありがとう。俺もありがとう。俺はあと1拠点。さあ、どこにあるんだろうね。いや、そうだね。あと1拠点、俺分かんないんだよね。場所自体がね、解答機、うん、分かってないんだよな。なんかでも、うん、作ってるところを見たことがあって、うん、お、そうなんだ、もしかしたら拠点変えてるかもしれないけど、ちょっと行ってみるか。オッケーオッケーオッケー。どこなんだろう。いや、奥だね、奥。この家の。バウハウスか。うん、怪盗キッズハウス。あった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 。これはこんな近くに作る。こじんまりしてるが、いや、まあいちごチェストがあったらそれはもう、うん、そうだね。あれ、ワンワン、いたずらしに来たぞ。全部盗んでやる。何の家だ。やってんな。いや、多分ね、怪盗キッズには、うん、まあ、テルトというピエロがいるんで。うん、はいはいはい。ちょ、やっぱね、すごいいろんなところに隠してる可能性あるぞ。なるほどね。一見わかんないところに入れてるんだ。一見わかんないところに入れてるぞ。バーウが書いてそうな看板があったわ。なんて。景色悪いね。わら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 。サトウキビだらけにしてやったぜ。わら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 っていう。何にも考えてるじゃん。めっちゃ掘ってる。下か。いや、違うか。下なわけないな。これブラフか。あ、これフェイク。え、この家がフェイクってこと。フェイク説あるんじゃないの。いや、なんかここじゃなさそうだな。どこだ。ちょっと見つけたいね。見つけたいね。いや、この家がさ、いや、ちょ、フェイクの可能性めっちゃあるから。マジでない。待って、見つけた。え、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘。いや、いちごチェストがありそうなとこ見つけた。見て、これほら、やってるぞマジで。ちょっと待て。いや、でもみんな掘ってんじゃん。え、これさ、あれでシンプルに掘ってるだけでしょ、これちょっと。ああ、なんか鉄とかだけ掘りに来てるみたいな感じなの。はい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 。え、なんかゾンビの声めっちゃ聞こえるよここから。いや、そういうトラップだったりする。そんなことある。いやー撤退だ撤退。これでもあれだね、ちょっと聞いておくわ。いい感じにメンバーに。これさ、家じゃないまでない、ここでも。ああ、確かにね、本当の拠点じゃない。別宅なんじゃない。ああ、そう。ちょっと奥まで進んでみる、うん、ワンチャンあったら。ちょっと見てみるか。だからみんなそんな感じだもんね。ちょっと拠点近くに置いてさ、また別のものを作るみたいな、うん、まあ、ちょっと見つかんないよねくらいまで行きそうだよね、うん、どこにあんだ。いや、わかんないわ。あ、待って、ここに作業台置いてあるよ。でも、うわ、あれ、待ってね、それ俺かもしんない。いや、マジかよ。それ初日の俺かもしんない。確か、こんなとこまで来てたんかよ。いや、ないな、こっちじゃないな。ないか、悔しいな。ないわ。いや、あの家にあんのかな、いちごチェスト。もしかして、それかまだ置いてないかね。あー、持ってる。あー、持ってる可能性ね。うん、普通になんか置いてないまでもありそうだな。いや、そういうパターンもあるのか。いや、そんな気がしてきた。うん、抱えてんだまだ。そうそうそう、まあ、何も言えるもんないしみたいなね。うん、どこに行こうかなみたいな感じなんじゃない。あー、あるかもしれないね。うーん、まあでもね、楽しみが一つ増えたね。いや、そうね。確かにな。またできるからな、これ。だいぶもう達成してはいる。いや、達成した。当時の目的を。だいぶこづいた。てか、あいつらさ、まだずっとアスレチックやってんだけど。ずっとやってんよ。いや、もう2時間経ってるよ。全然クリアできてないぞ、これ。一生やってんだから、そこで。ちょっとアスレチックも行くか。懐かしいな、最初に作った俺のあの家ね。あの家。あの家リーヌに壊されたやん。なんか、いや、やられてたよ、誰かに。やられてたよ。なんかパクられてたよね、あれね。いやいや、パクられてた。つらかった。いや、でもちゃんとダミーとしてめっちゃ機能してる。いや、機能してるね。そうだね、間違いない。もう一個のやつ、あ、そっか、そうだもんな、動画で出てるからな。小づかれるな、俺たちも。ははは、煽り方が尋常じゃねえ。どうすか、どうすか。おー、ええー。いやー、もうここクリアしたから、もう思い残すことないわ。気持ちいい。わかる。こうやって見るの超楽しいね。あ、リードが進んでる。上から見ようかな。いや、上から見るの大事。あ、この感じ、なんかエンディング撮ってる感じ出てんな。なんかもう締めようとしてる。なんかエンディング撮ってる感じ出てるな。じゃあエンディングに映る子も。ちょっと待って、俺も行ったよ。もうエンディングやん。まあ俺たちもね、ゴミを置けたからな。確かにな、うん、目標は達成できたからな。そうね、荒らされてるとも知らずに楽しそうにエンディング撮ってるね。始まりなのかよ。この時間から始めるのやばすぎるじゃん。やべえよ。なかなかの時間だよ。気合入ってんな。まあ、ちょっとリーヌたちが家に帰ってあれを見るの楽しみにしとこう。いや、そうだね。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。
通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。